はい、それでは今回もドントスターブハムレット実況続きプレイしていきます。前回はウォーバックスでゲームを始めて練習のね成果をなんとなくお見せしながらプレイを続けていました。で、この蒸し暑い季節がだんだん終わりに近づいてくる中で次のね、ワオ季節に備えようっていうことで、この花粉症対策のガスマスクだったり、このネトルっていうね、この植物を手に入れたりしていました。まあ、これでなんとかなるんじゃないかなみたいなことでしたね。はい。まあ、実際本当にどうにかなるのかどうかはちょっとよくわかんないんですけど。なぜならここからはあんまりそう練習してるわけじゃないっていう感じはしますね。はい。ということで、トウモロコシはそのまま食べた方が美味しいということで、そのまま食べておきます。で、いろいろと、まあ、動画のコメントでアドバイスもいただいていて、その、何ですっけ？パックンのね、その、でっかいやつを倒した時に出る茎というか、適当に食べときますって言って、パクパク食べたやつも、こう、ドライングラック、お肉とかをね、干したりするところで、干すと、まあ、いいアイテムができるっていうことだったんで、それを今回作りたいかなと思います。そんなん試すと思いましたけどね。いつの段階で気づくのそういうのってとかって思いながらも。ドライングラックはねすぐ作れるはずかな。あ、もしかして炭がないのか。ないな、木炭がないぞこれ。あ、そうか、そうですか、わかりました。ちょっとこれ肉団子取っておいて、まあ雨なんですけれども、まあこの帽子がね、雨をある程度防いでくれるんで、その辺期待しながら動いていきたいと思います。この辺多分炭がまだ残ってたかな。でも右下とか、ああ、右下行ってもいいな。右下まだあんま見てないから。あ、でもまあ茎取りがてら上行った方がいいかな。戦うんだったらそうですよね。うん。じゃあ、左上にしましょう。うわうわ、すごいことしてるな。これなんかうまいことをこう寄せて、こっち側に寄せて、なんか大惨事とかできないかなこれ。ほら、そっちも怒るんじゃない？こいつも同罪だみたいな感じで。ならないか。ならないな。ちょっと待ってよ。これなんか事故りそうな感じがすごいあるけど。行ってみる？よっ。よいしょ。でもう一回毒かかんのは嫌ですからね。カエルにはあんまり。まあ、一応これ立っときましょうか。カエルあんまり近づいてきて、あ、ナイス、いいプレーが続く。あ、一瞬で負けた。よいしょ、よし、倒した。で、手に入れた。いらないものがいろいろあって、まあ、いるもの、持って帰りたいものもあるけど、とりあえずこれが持って帰りたいな。なのでこれ取って帰ろうかな。まあ、まあ肉持って帰りたいっちゃ持って帰りたいけど、なぜこんなことになってしまったんだ。ロープとか取っちゃってるからかな。まあ、ピッチフォークとか持ってる時点で、あ、しまったしまった、やべ、危ね、今危ないことした。リアルにちょっと焦ったね。あのドロップっていう字が出てこなくて、あ、やばと思った一瞬。いや、怖い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 。そういうのだけはやめよう。そういう死に方だけはちょっとやめようねって、みんなで話したよねって話ですよね。ちょっと待ってよ。火つけたいけど、火をつけるものが、今、丸太でいいか。これ丸太、丸太持つのは大丈夫だよね。あ、オッケーオッケー。ちょっと操作が怖くなっちゃったな、今一瞬で。で、これ、もう切ってもらって大丈夫。で、置いたらついちゃうんだな。結構燃料なくなってきたから、また、ね、なんだっけ、グローフライ倒して、光の弾をもらいたいところですけどね。よっ。で、ドライングラック。で、どうしようかな。隣に並べて、上に並べていくか、こう。こんな感じで。で、これ干すの？本当だ、干せる。すごい。なんか、逆さづり感がすごいけど。ね。ランタン持っててよかった。で、ロープを置いておいて、あと、まあ、木炭も入れておいて、殺菌入れて、で、あとは、糞もまあ別に持ってなくても全然よくって、ピッチフォークはこの辺にポンって置いとこう。まあ、道具は見やすいところに置いとこうかなって感じですね。ハンマーある、マチェットあるって感じです。
オッケー。え？何これ？今なんか怪しげな影が、あれかな？なんかそのコメントとかで、コメントとかツイッターのリプレイかなんかで言ってたやつか？そのこの季節の終わりに大きい鳥出会いましたか？みたいなこと聞かれたことあったけど、最初のプレイこんなんいなかったよね。最初この季節クリアしたけど、え、これどうなの？これってボスってこと？うわわ、降りてきた！やば！え？戦う敵じゃないの？うわわわ、めっちゃすごい！どうすんのそれ？いった！120ぐらいあったけどな、ちゃんと。ちょっと戦う感じなのか、やっぱりめっちゃなんかガシガシやってる。うわー、そう、ちょっとこの19日目まで戻るしかないな、こんなに。ちょっと、うん、ひどくね、悪い夢を見てた気がしますね。ちゃんと目が覚めてよかったです目が覚めた後、ちょっとね、周りにあるものとか持ってるものとか、なんかあと、そうですね、マップの配置とかそういうのとかなんかいろいろ変わってるような気がしますけど、大体全部変わっちゃいましたけど、大丈夫です。あのウォーバックスと僕は元気にやってますということで、今19日目の夕方ですね。まあ、ガスマスクとか布とかは作ってて、まあそれなりに進んでるかなと思います。あとコンパスをね作ったんですけど、ちょっとこれなんで作ったかっていうと、コウモリの羽を獲得したからですね。実はこのコウモリの羽と、あとね豚の皮がいるんですけど、どれになるのかな、火かな、これか。このコウルっていうね、コウモリの羽を使った帽子を作ることができます。これが結構重要というか便利なアイテムで、よっ、あ、しまった、なんでもう一個食べちゃったんだ今、よくわかんない。便利なアイテムで、そのためにコウモリを倒そうとかって言ってましたね、前回ね。はい、ランボー怒りのベリー苗爆買いですねまあ結構運よく、まあ、ベリーブッシュが、ベリーの苗がね、たくさん出てたんで、よかったかなと思います。で、前回じゃないな、多分同じ動画か。もうめちゃくちゃ、もう時間感覚がめちゃくちゃなってる。これがね、その、パックン、大きいパックンを倒した時に出るアイテム、茎を干してできるアイテムです。スターキングスティックっていうんですけど、これ、足が速くなるんですよね。これめちゃくちゃ便利です。豚の村にもすぐ行けちゃう。すごく便利なアイテムです。いわゆるウォーキングケーンっていうね、歩行杖と同じような効果があるんですけれども、まあ、残念ながらね、この杖、耐久値があって、まあ、だんだん使ってると減っていきます。もう 39% とかって言って。でもまあ、その、なんていうか、この大きいね、このパックン倒せば絶対に出てくる。多分絶対に出てくるんで、結構作るのは簡単です。なので 100% の杖も一つ余ってます。はい。ということで、前回死んだ時の時間まで戻ってるような気がします。もう夢っていう設定はね、ちょっと使い古されてるんで、そろそろやめときますけど。いや、だからなんかね、あの大きな鳥ね、ボスでもなんでもないらしいですから、ね、なんか、日本語変だったけど、ボスでも何でもないってことで、ただの、そのなんていうか、生き物というか、倒せもしない敵らしいですね。たまたまあれはね、不幸な事故だったっていう感じらしいです。だから、本当は、違うことをしてくれるモンスターなんですけれども、まあ、今回それがちゃんとできるかどうか不安ですね。またもう一回死ぬんじゃねえかっていう怖さしかないです。
この蒸し暑い季節が終わる20日目とかに来るのかな。そうみたいですね。だからもう少ししたら来ると思います。畑もあるし、物干し竿も上にあるし、食べ物もある。で、豚ヘルメットもある、あります。で、キャンドルハットもありますし、うん、オインクもね、今80枚ぐらい持ってます。85枚か、まあ、このバラバラしてる方はいらないかな。銀貨だけ持っとこう。あ、こっちに3枚入ってる。なんだそれは。ということで、お金も結構持ってます。まだね、家は買ってないんで、まだこんなにお金持ってる状態なんですけれども、まあ、それよりね、家買うより前にこのベリー苗を増やしていった方がいいなって思ったりもしてましたね。よっ、槍もあります。うん、槍が 19% か。まあ、一応もう一個ぐらい作っとこう。だからこの日かな、この日に来るってこと。いつ来たっけあれ。多分20日に来たような記憶がうっすらとあるけど、どうなんだろう。あ、来た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 、これだ。うわ、すごい、今糞落としたこれ。そういう生き物ペチョって。違うか、これ今たまたまちょっと待って、自分の拠点の近くに落とすのってまずいか。じゃあやめとこう。ちゃんと前は防具つけてなかったから豚ヘルかぶってます。これいつ降りてくるんだ。もうちょっとしたらホテル来るん、これ来るん。何喋って、ちゃんと。やっぱ糞落としてる、すごい、いっぱい落としてる。うわわわわわ、どんどん近くなってくるけど、この辺に落とそっか。あれ、いつ降りてくる。結構じらされてる気がするな。来る、もうワン往復ぐらい。来ない意外と来ないな。それかなんか僕が止まってないとダメとかそういうことある。うわ来た。で、そしたらあのね、これ、うわ怖かった、今超怖かった。その自分のね、巣にね、連れてかれるらしいですよ。ほら来た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 、ここだ。これ今からここどうすんのこれ。え、お、ストーンエッグ、なるほど、卵か。これがなんかこの世界におけるチェスターらしいですけどね。これはもらって帰ろう絶対に。これってどうなってんのこれ。あ、これ出られるのか普通に。あ、なるほど。これなんだ、あ、草が取れた。ちょっと待って、その季節まだ来んのか。ん？ピックアップ、特になんかできることはないのか。これもしかして切れたりすんのかな。違う？ここどこなのっていうか、そもそも。え？え？異界じゃん、もう異世界に飛ばされてる。こんなとこ、これどうやって自分のとこまで帰るんだ。あ、あ、切れる切れる。ほらほら、切れ、あ、枝になった。お、あいつの巣、壊せるぞ。でも壊せるけど、これ壊したところで、なんかいいことあんの？これハンマーとかで。ハンマーないか。置いてきちゃったな。置いてきちゃったっていうか、こんなとこまで飛ばされるなんて知らなかったから。どっかに連れてかれるっていうか、巣に連れてってもらえるってのは知ってたけど。よっ。はい。で、ちょっと探索した方がいいな。どうなってるのか。あー、枝がある。ちょっと待ってくださいね。この歩行杖。ステッキ。歩行杖とは違うから、ステッキって呼ぼうかな。ステッキ持って、うろうろします。うろうろっていうか、これマップがどうなってるかわかんない。草。一個取れる。あ、プリントも落ちてる。雷も鳴ってる。枝。草。まあ、これ、こんなのアイテム集めてる場合じゃないような気もするけどな。これどうやってその自分が暮らしてた世界に戻るんだ全然、あー、なんか洞窟の入り口っぽいところはあるな。え、もしかしてそれだけ。あー、これ、あ、これ久しぶり、久しぶりっていうか切ることない。
ツルハシ、あ、ツルハシがないよっ。ツルハシ持ってこれ切っとこうかな。なるほど。で、このツルハシでこのアイテム取って、久しぶりにこんな大きい岩、普通の岩切った気がするな。あれ、あ、本当にもう洞窟しかないの。え、じゃあ入りますけど。え、今から強制的に、うわ、強制的に洞窟探検、その洞窟くぐって自分の島に戻るってこと？どっかにあるのか。ちょっと待ってよ、待って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 、いいのか、準備はいいのか。ランタンあるし、うん、あるあるある。まあ光るものは持ってるな。これ光るものとか持ってなかった人どうすんの。これ槍も一応もう一個スペア作っとこう。で、木の鎧もあるし、え、これなんか安全な洞窟なの？安全な洞窟って何？どういうタイプ？あ、同じですよね。そういう構成の洞窟になるんですよね。これ、たまたまランタンとか、キャンドルハット持ってたけど、持ってなかったら、その松明だけでやっていくってこと？そんな、辛いことある？うん、ここ何にもないな。何にもないとこは結構スルーしてた方がいいような気がするな。さっさと。お！すごい！ありがたいじゃん、これ。めちゃくちゃ。ちょっと待ってね。この辺の切り替えがな、結構難しい。これもらって帰ろう。これでランタン、もっと作れるし。いいぞ、いいぞ。これもらって帰ろう。まあ、無事帰れるかどうかわかりませんけどね。頼む、せめて動画1本分の尺はって感じですけど。よっ。で、これ、追加して、追加して、よしよし、いいぞ。で、キャンドルハットかぶって、もう一個最後のやつも取ろう。ちょっと待って、コルク持ってきてないよね。あ、やば！コルク持ってきてないわ。だから、コルクよりも、これ使った方が絶対いいな。あれ？ここってでも生き物いない感じなのか？あ、ここなんかほら、塞がれてるところあるけど。よっ。え、でもあっちの世界にその洞窟の入り口みたいなとこなかったけどな。夜になっちゃった。食べ物。え？何？何？なんか嫌な音してない？うお！びっくりした。なんかカラカラ言ってるけど、聞き慣れない音。キャンドルハット、よし。で、これこっち置いて。超聞き慣れない音してるんですけど。ああ、もうつらし壊れちゃった。やめてその異音。パソコンから鳴ってたら完全に故障を疑う音してるわこれ。それはいいんですけど、よし。え、出口っぽいけど、出口っぽいよ。出た。どこ、え、出られた。生きて帰ってきた。ちょっと待って、この今どうなってる、ここ。ちょっと怖いんだけど。ちょっと待ってね。やばい、あのちっちゃい虫が怒ってる。ついてきてない？ついてきてないな。よし、いいぞ。待ってね。よっ。何がしたいかっていうと、コルクを手に入れたい。で、コルクを手に入れたら、これ捨てて、捨てていいよ、捨てていい、捨てていい。捨てて、コルク手に入れて、コルクをね、入れてほしいんだよ。よし！生還！え？なんかある。ウェット、ぬ、え？泉だって。起動する？何？起動していいのかな？お、え？何何？ちょっと。やばやばやば、これ何？ちょっと待って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 。やばいやばいやばい、やばいことした。やばいことしたな。やばいこと。これボスだこれ。いた！ちょっとたま。ボスだ！
これ切れるかな、なかったことにできる、いや切れなさそう。